こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。韓国で MLB の試合が予定されていましたが、韓国側プロモーターの契約違反のせいでキャンセルになったようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。韓国で開かれる予定だった2022大リーグ MLB ワールドツアーコリアシリーズが電撃的にキャンセルされるというとんでもない状況が発生した。ニュース1によると、 MLB 事情に詳しいある野球関係者の話としてこのようなニュースを伝えた。該当関係者は、今日 MLB 選手協会は MLB 事務局からワールドツアーコリアシリーズが取り消しになったという連絡を受けたと明らかにした。取り消しの背景について、この関係者は、MLB 事務局が選定した韓国内プロモーターが契約上の義務を果たせなかったためだと明らかにしたと説明した。韓国野球委員会 KBO は今年、リーグ発足40周年を記念して、MLB 事務局と共に、国内でイベント試合を行うことに協議した。12月11日と12日に釜山球場で試合を行い、続いて14日と15日にはソウルスカイドームで試合を行うことに、細部日程まで確定した状態だった。しかし大会開催をわずか半月ほど残して電撃的に取り消しになり、ファンの失望感は非常に大きいものと見られる。今回の取り消しについて、KBO は MLB の参加要請により、チームコリアとチーム KBO を構成して試合を準備してきたにもかかわらず、ツアーが取り消され、非常に当惑しているとし、国内野球ファンに信頼を守れなかった点、試合を準備してきた選手たちが被った被害などによる遺憾を MLB に伝えると明らかにした。それでは、ネットの反応です。何を適当にすればこうなるの？お金だけ稼ごうとしてこうなったの？ MLB 側に確実に有名選手を養成したりすることなく、 MLB 選手たちでゲームをすると契約して、名前のある選手は一人も送ってくれないそうです。それで高く切符を買った人たちみんな払い戻してくれと大騒ぎになって、最初から主催する側に意思が全くなく、お金だけを稼ごうとしたのが問題だそうです。チケットが売れてなさすぎてキャンセルされたんだろう。前売り券を見ても半分も売れてなかった。そもそも、訪韓するメンバーがどう見てもトップクラスじゃないのに、さらにチケット価格が高いとか、誰が見に行くんだよ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。